回にもらって、うん、みんな嬉しいと思ってると思うんですけども、うん、そうでもないんですよ。あ、140。さあバッターローズ、150キロ、出ましたね。よしという、そういう踏ん切りができないっていうんですかね。フォアボール、松坂大輔、それ以来のマウンドです。152キロ出ましたね。まっすぐ来た、150キロ、投球パターンだと思いますね。152キロ。投げまして7安打、失点4、自責2という状況でミラバルとの投げ合いに敗れました。空振りの三振、104。第1打席はフォアボールでした。松坂対ローズ。高めのボールは150。155。表示が出た瞬間にため息に包まれました大阪ドームです。もうこうなるとあれですね、肉眼ではもう何キロ出てるかっていう雰囲気すら分かりませんね。高めのボールは150キロ。3球続けてまっすぐを投げることができるかどうかですね。松坂対中村、来た、152キロ。いいヒット1本を放っています。今日は中村に対して155キロというストレートがあります。松坂、2アウトランナー3塁。高め153キロ。